マスと犬舎のファーガスは友達同士だ。ファーガスはセメント工場の自慢の種だった。彼は規則を知り尽くしているし、それをちゃんと守っている。ある日、トップハムハット教がワルのディーゼルをセメント工場に連れてきた。しばらくディーゼルに手伝ってもらう。彼を案内してやってくれ。はい。ファーガスはしぶしぶ返事をした。このディーゼルが厄介の種になることは分かっていた。そしてディーゼルはやっぱりいい加減な仕事をした。そうしちゃダメだよ、きちんとやれよ。ふん、いちいちうるせえんだよ。君は規則を知らないのか。ディーゼルはファーガスがうるさくて仕方がない。そこで彼は悪巧みを考えついた。その日遅く、ディーゼルはいかにもニュースがあるようにファーガスに近づいた。トップハムハット卿がお前は精錬所で働くようにって言ってるぜ。僕が？僕はセメント工場の自慢の種なのに。それもおしまいさ。トップハムハット卿はお前よりも俺の方がいいって言ってる。だから俺はここに残るんだ。そんなのないよ、僕はここが大好きなのに。でも彼は知っていた。言われた通りにするのが本当は役に立つ機関車だと。ファーガスと機関士が精錬所に到着した。セメント工場に戻りたいよ。みんなここに来るのが嫌なんだ。だってすごく怖いんだもん。お前の言う通りだ。その時、スクラップディーゼルがやってきた。いや、ここに来られて嬉しいだろう。まさか。機関士も怖がっている。ファーガス、行こう。ここから逃げるんだ。ファーガスは生まれて初めて規則を破った。トップハムハット卿が美味しいマスの料理を楽しんでいると、ファーガス行方不明のニュースが入った。彼らしくもない、きっと何かあったんだ。トーマスに探しに行かせよう。ファーガスと機関士は使われていない線路に入って隠れる場所を探していた。ファーガスは怯えていた。トーマスも同じだ。あちこち探し回ったが、どこにもファーガスの姿は見えない。古い鉱山の線路を探してみよう。でもあそこは真っ暗で気味が悪いよ。トーマスは怖かったが、ここで勇気を出してファーガスを探さなければならない。ファーガスは大気船にいた。釜の火は消えてしまっている。その時だった。機関車だ。ファーガス、こんなところで何をしてるんだ。隠れてるんだよ。精錬所で働くのは嫌なんだ。トップハムハット卿は怒ってるだろうな。そんなことないよ。トップハムハット卿は君のことを心配してるんだ。本当に？もちろん。ファーガスは気分が良くなった。トーマスはファーガスを引っ張って精錬所に向かった。精錬所でトップハムハット卿が待っているのだ。ファーガス、事情を説明しなさい。僕は逃げたんです、ここが怖くて。ディーゼルが騙したんです。あなたがファーガスを精錬所でずっと働かせるって。バカバカしい。お前はセメント工場の自慢の種じゃないか。ディーゼルを精錬所で働かせるから、お前は明日セメント工場に戻りなさい。どうもありがとうございます。ファーガスは大喜びだ。トーマスは頼もしい友達だった。そしてファーガスは今でもセメント工場の自慢の種だ。